相手チームが攻撃の仕掛け糸口をつかもうとする中盤のゾーンでたくさんのプレイヤーを配し相手ボールを激しく奪い取る。このプレーのポイントはボールを持っている相手プレイヤーに厳しいプレッシャーをかけ次のプレーを自由にさせないことです。つまり次のプレーに入る時間的余裕やプレーのために必要なスペースを与えないことです。そのためには2人3人4人とグループで相手を囲い込んで追い込む集中ディフェンスが必要です。オレンジのユニフォーム鹿児島実業の集中ディフェンスにご注目ください。前線や中盤で相手に激しくプレッシャーをかけボールを奪い取ったら一気にフィニッシュに持ち込む。このプレーがフォアチェッククイックアタックです。ではオレンジのユニフォーム鹿児島実業の攻守の素早い切り替えをご覧ください。トップにセンターフォワード10番若松を1人残しディフェンスがボールを奪うと若松が左右または中央に動き一旦ボールを受けくさびを入れます。そして他のプレイヤーは一斉に素早く動き出し味方をサポートしたり外のスペースに飛び出してフォローアップ。このプレーを実に忠実に繰り返していました。このプレーによって鹿児島実業はあっという間に局面での数的優位を確立しゲームの主導権を握っていました。相手よりも一歩でも早く動く一歩でも長く動くサッカーの基本であるこのプレーによって鹿児島実業は準優勝という成績を収めることができたのです。